お問題。ある人が映画の撮影で現場に行きました。しかしそこにはカメラはありませんでした。なのにその人は満足して仕事をやりたくなかったから行きました。絶対違う。どうして満足していたのでしょう。はい、これ文関係ある。これ大です。あれ、おお。ちょっとドレさん見えますよ。あ、やっぱサバ主やから見える。どうだっけこのやりとりさ、前のこの前の。あ、じゃあ DM でいいんじゃない。 DM。 あー違う、あ違う。見えましたね俺も。うん、見えた。え、何だったん。エキストラだったからっていう。エキストラ、まあエキストラでもカメラない。そうだよね、うん、カメラがなくても映画でしょ。舞台じゃないもんな。舞台じゃないし、舞台もまあてか舞台とは言ってないけど、映画なんで。映画ね、映画の撮影。その後、その後本人が出るとは限らないかもな。そうそう、その人本人が出るわけじゃなくて、エキストラでもない。なんなら、でもカメラがない。普通に配達員。準備する人だから。ああ。カメラとかを。いや、準備する人じゃない。演者さん。演者さん。演者さん。その出る方、演歌に。ああ、はいはいはい。出る人なんだ。これから街づくりのドラエッティが始まりますよ。まちづくりのドラエッティ出る人、うん、やばいわ。これ以上行くちょっと俺がボロ出そうだからちょっといい。まあ出る人、人でしょ。人か。演者さんと。演者さん。人だよ。人、何動物だと。何動物は何動物の人間。ワンピース。チョッパー。知らんけど。チョッパー。もうだって自分の問題、あのネットから拾ってきてるやつだから。あ、おお。トータムのも聞いた話だね。他のクイズで。おお。俺も聞いた話やし、サプリやし。燃えたボール誰に投げつけりゃいい？で、今度オータムさんに。やめて。あの、スライムボール投げて。スライムボールね。スライムボール投げつけるのか。MR でも投げてね。そうだね。ダメダメ。雪玉、雪玉。雪玉がない。ねえ、ねえよ。雪玉がない。じゃあもうスノーゴーレム呼び出していい？あ、いいね。そのためにスノーゴーレムを呼び出すっていう。もうやっと発達したね。さあどうだ？うん。なんだろうな。もっと質問してもいいんだよ。質問？だって撮影日が違ったとかでもないでしょ。満足して帰ったから。そしたらさ、不満を抱えて帰るわけじゃん。うん。そうだよ。は？今日ちげんかいって言って帰る。うん。はあ。だから実際今日映画の日じゃねんかいって。撮影なんだよね。撮影が。撮影でしょ？あ、待って、これワンチャン矛盾生じるかも。マジ？多分。ちょっと本部を見てきていい？いいよ。撮影じゃないのか。ちょっと待って、ワンチャン、ワンチャンね。ごめんね。あ、もしかして映画館？いや、違います。関係ない。映画館かと思った。監視カメラの映像だから。いや、カメラないって言ってるから違うんじゃない。監視カメラって防犯。うん、防犯カメラね。おお、意外と難しいな。これって
何でくり抜けるんだっけ頭って。頭あかぼちゃ、はいはいはい、かぼちゃは何でくり抜きますっけ。ハサミ、ハサミ。やべ、ずっと、ずっと斧でやってたわ。手探りだったからね、あれだったけど、ちょっと、うん、ね、もう一回、問題打ち直すわ。お、お願いします。街づくりのドラエッティ。あれなんだよな、さっき街づくりさ、クイズ系多すぎねって言われそうだよね。これあそうだね、言われるな。新作映画の主役に抜擢されたキヌア君、しかし現場に向かうとカメラもセットもありませんでした。なんもね。しかしキヌア君は満足して帰りました。一体なぜね、どっかの誰かに木から落とされたんすけど。ポータムも木から落ちる。いや、普通じゃね。結構ね、こうするとね、さっき俺が手探りでやったのと意味合いが全然変わってます。おお、新作映画。ごめんなさい。絶対詐欺。詐欺じゃないね。詐欺だったら切れるもんな。ちゃんとあるっていう。見ますよ、ちゃんと放映されますよ。一体なぜ、なぜ満足して帰ったんだ、主役なのに。多分これでね、さっきのとね、意味合い変わってくるからね、ちゃんと質問した方がいいよ、ヒロさん。え、その幼少期とかのシーンだったからいらなかった。幼少期のシーンって結構シリアスな時に使えることが多いから使うでしょ、絶対。うん、本人がいらなかったってこと。え、だったら不満じゃん。なんでよ、なんでよ。主役ね、主役でしょ。結構ここ関係あるかな。主役っていうのが関係あるでしょ多分。ないです、関係ないか。正直脇役でも同じくらいな。ああ、なるほど。脇役でも主役でもどうでもいい。もはやスタッフでもどうでもいいと。スタッフとは違うな。スタッフが違う。お、演者は違う。ちょっとそこら辺ちょっとあれだよね。うん、いい線とかもね。いい線だな。でもね、正直ね、それはね、今の質問はね、多分答えに直結する長さで言うとね、多分5キロは離れてた。ダメか。かすりません。かすってはいるんだけど、まあ必要になるかな。なったらすごいよねっていう。なんだろう、難しいね。これね、盲点があるんだよね、本当。早く来すぎた。間違います。関係ないね。過ぎても。で、おお、結構難しいぞ。さっきの俺たちこれだったから。だよね。そんな感じだよね、多分。新作関係ある？関係ないけど。これが旧作というか旧作関係取らないな。旧作だったわ。完成してるね。新作に特に強い意味は込められてないです。多分カメラもセットもなかった。セットなかったね。カメラもないんだ、セットもないんだ。うん、カメラもね、セットもね。あ、そっか。これって食事あった？食事は関係ない。関係ない。もやっとボール投げてくる人いるんですけど。もやっと、もやっと。やめてください。もやっとボール27発投げた。めっちゃある。やめて、やめて。結局、財産にビノを送るから。最後、あれでしょ、もやっとボールの数が
100個超えた瞬間にあの財産がマグマダイブするんでしょう。やばお前それ自分からロストしに行けって言ってるものはもうやばい。スマホーおいヒロのスマホが死んだな。あぶね、前のスマホでよかったわ。前のスマホね、あの五輪中になりました今の衝撃。気をつけろよ。あの前のスマホデータ何も残ってないからいいんだけど。そうそう。あのパリンと言っちゃいました。パリンと言っちゃいました。やばいな。液晶に大ダメージが。どっちかって言ったの？あの溶岩ダイブしただけ以上の。意外と割れないんだよね。うんうん。何言ってんですか。あの自分あれディスプレイ映すところの配線通ってるところパリンって割っちゃったから一番端っこのところ。何やってんだ。はい、はい、早く。そのせいで映らないんですよ前のスマホ。そもそもがそうなの。ヒントなんだろうな。ヒントください。何て言うの。セットはないしカメラはない。うん。でも多分ないのはそれぐらいだと思うんだよね。スタッフはいるのこと。スタッフはいますもちろん。スタッフいて。スタッフいる。あと何がいる？まだ役者もいるよね。役者もいる。人いる。メンバーは全員揃ってる感じ。そう、もう人は、人員はその場所はどう？場所は場所は関係ない。都内でも外だったらセットはいらないし、うん、外、中も関係ない特に。あ、でも、ある、それは外ではそんない。外ではない。中。中だね。結構ヒント。お、中っていうのはヒント。基本的には中です。中。はい。中だったらセットなかったらもう空っぽだよね。え、本物でやるとか？本物の。え、じゃあ多分これもヒントだ。あのセットってさ、うん、それはね、家とかさそういうやつじゃん。うんうん、うん、それだけセット家だけ。そういう家とかそういうのがない。ない。そういうのないです。セット CG。 あーほうほうほう。あ、クリーンマークってこと。待って、声優もしかして。お、そういうこと。これは正解ですね。よし。あー、それだったら必要ねえな。そういうことか。はいはい、声優か。声だけさ、新作映画だから別に映画アニメだろうがどうでもいいということだ。あー、そういうことね。あのね、多分ね、今さっきのやつでね、モヤットボールね、30個ぐらい投げたわ。まちづくりのドラエッティ。じゃあラストにしよう。それがラストだ。時間的にもラストだ。秒で答えられたら終わるけどね。え、何これ。うわ、むずっ。4ハテナ。あの、アスタリスクはかけるだよね、もちろん。そう、かけるって入ってる。アスタリスクが入ってるよ、ね、これ数字。あ、待って、1文字入りますだから。あ、ちょっと待って、あのちょっと開けるは分かりやすいように。うん、何ですか、ハテナって書いてあって、そこで区切るよね、多分。問題はここで区切って。だよね、うん、そうそうそう。ちょっと全く同じように書こう。うん。コピーするのがめんどくさくて、ビャッてやったよね。ね、あの、丸、ハテナハテナ3文字。ああ、そしてね。OKOKOK、3文字ね。ゴールハテナ。パパパパパ。
さっきハテナハテナハテナアスタリックハテナかけるハテナちゃん。あ、米がヒントか。そういうことが。ハテナヒントになってんだ。ということでね、米印、あのヒントというか、その注意書きみたいな感じで。これね、ヒントがないとね、伝えれない。かけるのね、じゃあ。これね、ヒロさんって、ね、エクセル使えるほどではない。言っていい？はい。これね、このね、最後の文がなきゃね、絶対解けないやつ。最後の。してっていう形で。もう、え、あの、そのハテナハテナ。一文字つく。どっちも全く同じ？でも数字は。ん？どういうこと？ハテナに入る文字。ハテナに入る文字は全部一致するか同じかどうかっていう。本当ね。ハテナハテナとハテナハテナハテナは一緒？一つ目と二つ目と三つ目はそれぞれ違うよ。で四ボールか。それやったら A B C にしてくんないか。分かった。そういうことでしょ？ちょっと待って。A B C に分かった。うん。数学とかにおいてでもね、同じ文字には同じものが当てはまるっていうのがね、決まってるもんだから。あー、足し算でそうなのね。うん、なるほど。わかった。お、早っ。お、じゃあ、DM ください、DM。